若いうちからしっかり収入を増やしていきたい、うん、自分らしくこう生きていく人が増えてほしいって僕は思うんですけど、うん、その方がなんか選択肢めっちゃ広がりません、うんうん、こんにちは、金平です。今回は、私のキャリアを皆様にお届けしていきます。本日はなんとこう小学校の先生を経験して転職活動したけど結果的にこう起業されたつーちゃんに来てもらってます。結構教師を目指す方も多いと思うんですよ。で、まあ、教師を目指さなくってもその教育に興味があったとかっていう方も結構私の周りにもたくさんいて、だからそういうこう教師を目指してとか教育に興味があったという人はもう必見です。で、実際にまあそういう小学校の先生を経験した人が、結果的にこう起業するっていうパターンもなかなかない貴重なケースだと思いますので、ぜひ皆さんの自分らしいキャリアに、うまく今日の情報は活用していただければ嬉しいです。では早速ですね、簡単に自己紹介からお願いします。はい、つーちゃんと言います。小学校の先生を7年間経験した後に転職活動したけど転職せずに、今は、同じように起業したい女性に、起業の仕方を教えるスクールをやっています。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう多分これもう今の時点で今何してんのみたいな、多分めっちゃ興味めっちゃ興味湧いてると思うんですよ。ありがとうございます。はい、私からいろいろと質問をさせていただきますんでよろしくお願いします。まず、まあ、一番気になるのは小学校の先生になった理由ですね。はい、めっちゃいい話です。お、聞きたいです。私すごい今こんなに明るいんですけど、うん、めっちゃ自信のない暗い女の子やって小学校6年生まで、で自信がなかったんですけど、中学校で吹奏楽部に入って担当した楽器を初めて吹けた時にめっちゃ自信がついたんですよね。でそっからすごい人生が明るく自分の中でなったので、うん、あ、こういう子供たちをいっぱい増やしたいなって思って、最初は中学校の音楽の先生を目指そうと思ったんですけど、でも自分が中学校やったんで、これ小学校やったらもっと小さい時から自信がついたらもっと世界広がるんちゃうかなって思って小学校にしました。うんうん、なるほど、はい、めっちゃいい話じゃないですか。めっちゃいい話です。なるほどね。先生になろうと思ったのって何歳ぐらいの時なんですか？なろうと実際に教師っていう仕事を選んだのは高校3年生か2年生ぐらいの時です。うん、あ、なるほど。じゃあもうそれでもう大学の進学も決めたって感じですか？そうです、そうです。おー、なるほどね。結構理想的な感じですね。あ、綺麗に行きましたね。ね、ただ大学3回生終わる4回生のギリギリ前にまでは中学校の音楽の先生になる勉強をしてたんで、直前でからって変わって。あー、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ次に、これすいません、僕が気になることを質問するんですけど、小学校の先生やってて仕事 の、 そのなんか楽しかった部分とかそのやりがいがあった部分、まあ、ポジティブな部分ですね、うんうんうん、なことと逆にネガティブな部分、ちょっとしんどかったなとか苦労したなみたいな、なんかそれぞれなんか知りたいなって思いますんで教えてもらっていいですか？はい、いっぱいあるんですけど割愛して、はい、一番楽しいのはやっぱり小学校って自分のクラスを作り上げることができて、もう3月なんかその決勝というかを見ることができるので、自分の理想の教室を作り上げていく過程がめちゃくちゃ楽しいです。やっぱ全然違うんですか、その関わり方でその出来上がるクラスの雰囲気とか、うん、変わっていくもんなんですか？あ、そうですね。なんかもう普通に単純に子供とかにもよるんですけど、やっぱり1年目の時は私が仲いいお友達先生になっちゃってたから楽しかったし懐いてはくれてたけど怒ってもあんまり聞かないっていうのがやっぱ1年目とかはあって、はい、誤解はしなかったんですけど、はい、でも今だったらもう目線を合わせるだけでも察しておとなしくピンって座るみたいなとかが子供はできるからやっぱ全然違いますね。じゃあもう先生のその関わり方で結構変わるもんですね。もう全然変わりますね。あ、なるほど。なんかそういうの経験してるんは羨ましいですけどね。もうめっちゃ楽しかったね。うん、逆にその
先生やってて、うん、なんかしんどかったこととか、なんか難しかったこととか、あります？まあ、よく保護者対応がニュースで出てると思うんですよ、うん、親がどうって、うん、でもちろん絶対にしたらあかんこととか絶対に喜ばれることっていうのももちろんあるんですけど、うん、A のお母さんに褒められたことを B さんにしたら叱られるっていうことでやっぱりあるんですよね、うん、お母さんも子育てとか、はい、お子さんの状況とか、例えば親切でちょっと頭痛いって言ってて、でも大丈夫だと思うんですけどって連絡したら、 A さんは心配性で子供もか弱いから喜んでくれるけど、忙しいお母さんはいやそんなんでいちいち電話してこんといてやみたいなになるんですよね、はいはい、それを三十何人通りやるのがすごい大変ですね。正解がない。あ、確かにね、うんうん、もうだもう決めてやるしかないですもんね。そうなんですよ。それを1年間でこの人には A プラン、この人には B プランみたいなのを考えないといけないんで。はあ、なるほど。なんか営業みたいですわ。その10社のお客さんがいて、うん、10人の採用担当者がいた時に、うん、やっぱアプローチ方法10通り、うん、使い分けるんで、そんな感じに近いですね。算数みたいに答えがないんで。うんうんうん、なるほどね。うん、分かりました。小学校の先生は、7年ですね、はい、じゃあ、次の質問なんですけど、先生をこう辞めようと思ったこう理由これも結構知りたいなって。結構長く勤めないですか、はい、その先生って、うんうん、なんで辞めようと思ったんですか。大きくは2つあって、1つは単純にお給料めっちゃ少ないんですよ先生って。あ、そうなんですか。公務員安定とか言うけど、うんうん、めっちゃ低くて、単純に趣味にお金がかかるタイプだったので、はい、もっと若いうちからしっかり収入を増やしていきたい、うん、どんなにすごい先生でもそうじゃない先生でもお給料って変わらないことに疑問をすごい抱いていたので、はい、うんうん、っていうのが1点で、2点目がすごい鬱とかにもならず毎年楽しくやってきてたからこそ、多分何か起こらないと辞めない。あ、じゃあ、はい、逆に、うんうん、で辞めへんってなった時に、なんかもうずっと学校にいる暮らしを65歳までぐる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 してて、そうなったらほんまに何やろ、何話、浦島太郎か、うん、そう、浦島太郎が玉手箱をかけて気づいたらおじいちゃんになってたみたいに、ほんまに気づいたらおばあさんになってて65歳で先生しかしなかった人生ってなのは嫌やなと思ってやりました、はい、なるほど、はい、まあでも本当にそう、なんかそうやってリアルな話を聞くと、まあ確かにそうやなって思いますもんね、うん、教師ってもうずっと最初から最後まで教師っていう、こう僕はイメージがあるんですよ、うん、でもそれってなんか現代の働き方からするとちょっと、あ、そうなんですよね、そう、なんか違う気がしますよね。なんかいろんな経験してる先生おってほしいなって私も親やったら思うと思うし、うんうん、はい、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、それでじゃあもう起業しようと思って辞めたわけじゃないですよね。じゃないです。お金増やしたいと思って辞めました、うんうん、で一回だからそのまあ転職活動っぽい会社に就職することも視野に入れながら転職活動もされてたんですよね、はい、してます。その時ってどんな感じで転職活動されてたんですか。とにかく稼ぎたいと思って辞めたので、うん、稼げる仕事をしようと思って探したら、どうやら歩合制の営業が未経験でも稼げるらしいっていうのを調べてうんうん、うん、IT か不動産業界か保険かってなったんですよ、うんうん、で私は保険以外の IT と不動産の営業に絞って、うん、あとベンチャー企業、はい、勢いのある感じのに絞ってやりました。なるほどなるほど。で、まあ、結果的に何社かは内定もらったんですか。受けた、受けたうちのほぼ、多分5社ぐらい受けて4社受かったのか。おお、はい、受かりました、まあ、5社受けて4社内定もらったら、まあ普通の人やったら1社選んで就職しますよねもう普通の人やったら、はい、それ一社選ばなかったんですよね。ほんまに直前まで考えたけど選ばなかったです。それもまたすごいね。なんで選ばなかったんですか。いや、なんかやっぱりお給料は先生より全然いいんですけど、うんうんうん、普通に固定給とかを見ても生々しい話、うん、そうなんですけど、でも当たり前のように残業もあって、うんうん、当たり前のように休日も行かないって考えた時に、これは時給で計算したら案外先生の方がコスパがいいのかもしれない
思ったんですね。やったら、まあ、めっちゃお給料いいな、収入得られるかもしれないって思ったけど、まあ、こんだけ働いてたらそりゃそうかって思った時に、なんか納得がいかなかったんですよ。じゃあまあその稼ぎたいと思って、まあ、転職活動してて、あ、稼げると思ったけど、あれ待てよ、その反面時間もなくなるなみたいな。そうそう、それです、それです。ああ、なるほどね。じゃあ先生の方が楽しさは100倍買ってんねんし、先生でいいやんって思って一時モヤモヤはしたんですけど。はい、なるほどなるほど。結構自分のこう趣味とか自分のやりたいことに時間を使いたい人ですか？そうです。ああ、なるほどなるほど。なんかね、そのもう自分のプライベートの時間いらないんですっていうような人やったら、もしかしたらね、いいと思います。いいかもしれないですね。めっちゃ稼げると思います。だつーちゃんの場合は自分の時間もある程度確保しながら稼ぎたいっていう気持ちがあったっていうことですね。なるほどなるほど。で、もうじゃあもう就職するのはやめようと。はい。で、そっからですよ。またそこも僕めっちゃ気になるんですけど、その起業するって結構ハードル高いと思うんですけど。そうです。どういう経緯があって起業したんですか？一番初めはもともと趣味にお金がかかるって話をしたんですけど、海外旅行が好き で、はい、で先生になってちょこしした時にインドに行ったんですよ、ボランティアで。でそこである女の子と出会って、Facebook でずっとつながってたんですね、はい、でその子の Facebook をずっと見てたら、なんかどうやらこの子は会社員をしながら副業をしているらしいっていうのを知って、はい、でどうやら1年後この子は副業やのに月収100万円達成したらしいってなってはいはい、はい、どうやら起業したらしいっていうのをちょっとずつ耳に入れてて、あ、その子に聞こうと思って電話しました、あ、そうなんや、めっちゃ行動、あ、でも友達やったからよかったかもしれないです、ね、あ、なるほど。で、そのどうやらの話は事実やったんですか？事実やったんですよ、はい、なるほど。で、じゃあ同じ道歩もうって感じですか？で、その子が教えてもらっている人が、たまたま中学の同級生のお姉ちゃんなんですよ。おお。これほんまですごい。だからそこで余計にその女の子が習ってるっていう安心感もあったし、まあ、中学校の友達のお姉ちゃんっていうなんかこう親近感もあって、その人をにすごいお仕事についてというか起業の仕方を教わりました、なるほど。これをこう見てる人って、まあ、僕もそのツイッター始めるまでは知らなかったんですよ、その起業をするためのスクールとか、その起業を、するこうサポートをしてくれる人たちが、まあ、いるとか、なんかそういうコミュニティがあるとかって僕全然知らなかったんですけど。そうですよね、普通はこれ多分見てる人も多分知らない人多いと思うんですよ。だからそういうのがまずあるんですよ、なんかそういうコミュニティどういう形で運営されてるんですか？人にもよるとは思うんですけど、私が習っていたところっていうのは、まあ、全国に生徒さんがいらっしゃって、基本的にはまあその人が開く、まあ、東京での活躍されてる先生やったんで、はい、東京で何回もセミナーがあって、はい、行けない人は言ったらライブ中継みたいなのしてくれたり、はい、もちろんこっちにも来てくれてっていうのもあったんですけど、オンラインとリアルを融合した感じのスクールです。だからスクールなんですよね。そうですね。起業してない人たちがそのスクールを受けるっていう感じ？そうです。個別で教えてもらったり、みんなで一緒に何かをやったり。ちなみにこうもし差し支えなければそのスクールに入るためにだいたい平均で言ったらいくらぐらい支払えば入れるんですか？平均は本当に分かんないんですけど、その初めて行った時は相場分からへんかったんで、単純にそれで人生変わるんやったらすげーってなって、はいはいはい、払ったのが75万円。おー、75万。それはもう1回きりでもうずっと1年間？あ、1年間。ああ、なるほどなるほど。もうちょっとピンキリやと思うんですけど、まあ、仮にね、それでこういろんなノウハウを聞けて、例えば、まあ、2年間でその75万を上回る、まあ、利益が出せるんだったら、まあ、考え方としてはね全然いい。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、はい、そういう経緯で、まあ、起業することになったと思うんですけど、今起業されて何年ぐらいですか？だから2年ちょっとぐらいかな。厳密にはもういろんなことをしてた時期とかもあるんですけど、だいたいまあ2年前後かな。今ってどういう仕事してるんですか？
今は、結構いろいろされてますよね。いろいろはして、そうそう、だからそういういろんなことができるっていうのがやっぱり魅力やなとは思うんですけど、うんうんうん、一つはさっき言ったみたいに、過去の私がその先生から習ったみたいな立場で同じように起業したい人に、もともと先生をしてたので教えるのが好きだったので、その知識を使いながら起業したい女性にノウハウを教えたりとかっていうのをメインにしてます、はい、最近ではそれにプラスで企業のウェブマーケティングに携わるお仕事なんかもやってます、はいうんうんはい、なるほどなるほど。なんか少しだけ人材とかの仕事も手伝ったり、結構いろんなね、その興味のあることはちょっとやってみようみたいなタイプですもんね。いや楽しいですか、まあ、それができるのはやっぱりいいですよね。うん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 、だ多分その見てる方でもやっぱりその見てる方というか、そのやっぱ日本のこの社会って、まあ、どこかの会社に就職をする、うん、でどこかの会社に転職をするっていうのがもうスタンダードじゃないですか、うんうん、でむしろもうそれしかダメみたいな、なんか風潮も多分あったんですよね。で、まあ、最近になって、まあ、つーちゃんとか僕みたいに自分で起業するとか、まあ、独立するみたいなのが、まあ、ちらほらまあ増えてきたなかなっていう感じは、まあ、感じてて、自分のこうやりたい仕事を自分で見つけてきてでやってみるみたいな生き方も僕はすごいありだなと思ってて、でもまあ少数派じゃないですか。めっちゃ少数派ですね。ね、こう自分らしくこう生きていく人が増えてほしいって僕は思うんですけど、どう思います？あ、思いますね。うん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 、その方がなんか選択肢めっちゃ広がりません？広がる。うん、広がる。何でもいけるやんってなるから、うんうんうん。僕は会社員時代、自分で自分の結構限界を作ってたなって思うんですよ。うん、なんかさすがになんか。採用の領域でしか仕事は俺できひんやろなって思ってたんですよ。先生やってる友達とか辞めたい子もそう言ってます。ですよね。でも僕が今やってて結構その売り上げの大半を占めてるのって動画制作の事業なんですよ。だからまあ結局その自分で限界作ってたらなんかあんま意味ないなと思ってて、でまあ今日のつーちゃんの話聞いててもまあ、僕よりこうアクティブにいろんなことにチャレンジされてるからなんかすごいなと思いながら、次の質問なんですけど、こう将来のなんか理想像とか、なんか将来のこう目標とかってあるんですか？あるが正解、半分正解で、まあ、ないが半分正解なんですけど、まあ、こういうご時世どん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 言ったら、状況とか当たり前が変わっていくから、はい、今決める必要もないなと思ってて、まあ、その時時々でやりたい方向を目指していってたら、まあ、こんな感じで進んでるかもしれないけど、結局は多分理想としてるところに行くんかなと思ってるんで、私はもうその時の欲望に従ってやりたいように進んでます。なるほどなるほど、はい、まあ、それも立派なキャリアですからね、だから全てが全てその目標があって、それに向かうっていうのがなんか正しいわけではなくって、校長先生になると思ってたんですよ、ずっと先生を続けて。おう、そうって思ってたのに全然ちゃうことをやってたから、そんなもんですよね多分人生って。そう、結局その何だろう、3年前とか5年前になんか自分がこういうことしたいとか、これなりたいって思ってることって意外と変わってるんですよね。そう、人間怖いですよね。それは面白いですけど、ね、まあ面白いですけどね、だからまあ自分にこう素直に生きてやりたいことをやるとか、その興味のあることをやってみるとかっていうのをまあ繰り返し素直にやってるっていう感じですよね。じゃあこんな感じになりましたっていう。なるほどなるほど、はい、これからも楽しみですね。そうですね、もしかしたらね、もう来年にはなんか違うことしてるかもしれない。してそう。いや、ありがとうございます。じゃあ最後にこれ見てる方に対して、そのなんかつーちゃんのキャリアに対しての考え方とか、なんかもうそのメッセージ性みたいなものがあったら、なんか最後に話してもらいたいなと思うんですけど、
企業がいいとか会社員がいいとかそういうことはどっちでもいいと思うんですけど、うんうん、すごいよく言われるのは例えば仮にじゃあ独立するってなって、うんうんうん、うまくいかなかったりうまくいったけどもう一回仮に先生に戻りたいとか会社員に戻りたいってなった時にそれってなんか負けて帰ってきたみたいな思う人が多いと思うけど、はい、でもキャリアとしてそういうのって全然ありやと思うんですよね、うんはいうん、私は産休のタイミングでいい感じに制度を利用したいんで妊娠したら先生戻ろうと思ってるんですよ。おーなるほど、うんうんうん、でもそれって別に素敵やと思うしそこから今度また会社員をやったっていいと思うんですね、うん、だから起業したら後戻りできないとか、うんうん、ここに行ってしまったらこうしたらいけない負け組みたいなっていうのは絶対になくて、うん、気持ちが変化してるから当然やと思うんですよ、うんうんうん、だから別に同じことをずっと続けてもいいしぐるぐるしてもいいし戻ってもいいし、はい、っていうのがすごい、うんうん、思います。なるほど、はい、めちゃめちゃいいこと言いましたね。いやほんまに思うんですよ、うんうん、だから制度も全然使って悪いことじゃないんで、うんうん、福利厚生とかね、うんうん、会社員の強みなんで、うん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 、いやほんまにその通りだと思う。妊娠したら戻ります。なるほど、はい、初めて聞いた。なるほどなるほど、いやありがとうございます、はい。結構僕自身もなんか初めて聞くこと多かったんで。そうですよね、言ってなかった、うん、インドの話とか妊娠したら戻るとか。そうですよね、いやびっくりした。先生になってるよ、深かったでしょ。うん、深かった。しかもめっちゃいい話。先生になったこうきっかけ。そうなんですよ。いやいい話やな。自分のこと嫌やってちょっといじめられてたんですよ、うん、中学校の時。でも部活あったから行けた、うん、でやっぱ自信がつくと人って変えれるなってすごい思って。でこうやってね自分でやってるわけですから。そうですね、うん、おもろい人生です。いやーすごいな。面白いですねやっぱりね、うん、いやありがとうございました、はい、ありがとうございました。このように私のキャリアというシリーズは、まあ、いろんなこう仕事、まあ、職種を経験された方の体験だとか、まあ、いろんなこう転職とか企業独立をされた体験談っていうのを皆さんにお届けしていきます。なのでやっぱり胃の中の蛙になりがちだと思うんですけれども、たくさんの人たちの、まあ、ロールモデルっていうのを、まあ、情報収集することで皆さんのキャリアの、まあ、選択肢が広がったらすごく嬉しいなと思いますし、やっぱりキャリアの選択肢を広げてこそやっぱ後悔のない人生を歩めると思ってますので、ぜひこれからも楽しみにこの動画を見ていただければ嬉しいです。では、最後締めたいと思います。自分らしいキャリアを。